あれ？よく考えたら実は埼玉。ありがとうございます。なりました。ハイハイです。さあ、そして今回の実話があるは、はい、埼玉出身松原しおりです。はい、埼玉県の実話の実話を発掘するのがこの番組。今回は新所沢にやってきました。まずは町のことを探るため、地元の不動産会社エイブル新所沢店で話を聞いてみます。実は所沢には世にも珍しい丸々な自動販売機があります。珍しい自動販売機、これ知ってるよ俺。あ、そうなの。タンスです。ということで3人が発見したのは世にも珍しい漬物の自動販売機。地元で人気の漬物を作っている島村漬物を訪れました。お店一押しのべったら漬け、そして珍しい皮付きのべったら漬けに舌鼓。食べた時もうめ、すごい贅沢に、あ、おいしい、あ、甘い、うん、甘くて甘じょっぱい、なんか筋が待ってないですね。うん、うまい、うまい、何これ、うまい、うまい。そしてここからが未公開。はい、ネット版のスピンオフでございます。ありがとうございます。ね、早いですよ今ネットは。光がね、光のなんかで、まあ、そう、回線がね、回線の話、回線が本当早いなっていう、うん、ことで、まあ、いい時代です。いい時代に生まれました。はい、進めてもらっていいですか。はい、スピンオフでございますね。はい、はい、じゃあ行きますよ。ご当地漬物クイズでございます。はい、行くよ。はい、燻製にした漬物で古くから保存食として、うん、珍重されているいぶりがっこ、よく聞きますね。名前は大好き、大好き、はい。何県のご当地漬物？もう分かった、分かった。あ、じゃあちょっと待って、言わないで。岩崎さん、なんか寒い方でしょ。そうですね、はい、うん、しおりちゃんも完全に分かってますんで、うん、じゃあこれ岩崎さん負けでいいですか。え、ちょっと言ってみようよ。ちょっと言わせてください。じゃあせーのしよう。はい、行くよ。はい、せーの、宮城県。秋田県。はい、宮城県。はい、正解は秋田県でございます。知ってるでしょ、やっぱり。覚えてたの？きりたんぽだと思ってましたけど、うん、きりたんぽ鍋といぶりがっこ結構セットで、きりたんぽつけねえから別に。さあ、続いて第2問。無視するの。人参、ごぼうをしその葉と昆布で巻き、種をくり抜いて塩漬けにしたウリの中に入れ、じっくりと味噌漬けにした金婚漬けは何県のご当地漬物？説明が長すぎて全然頭に入ってこない。人参とごぼうをしその葉の昆布で巻き、なんかぐちゃ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 こうしたもの、ウリの種抜いて、そうそうそう、種をくり抜いて塩漬けにした、じっくりと味噌漬けにした、はい、せー の福島、山形。福島、山形、はい、2人とも違います。正解は、うん、もう岩手県しかないでしょ。そんなことないでしょうよ、岩崎さんだ、なんだから。いや、関係ないし、岩しか合ってないし別に、ね、さあ、じゃあ次いきますよ。はい、第3問、これで決まります。1問正解、はい、岩崎さん、サービスクイズですよ。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってくださいよ。はい、まあ言ってんですけど、サービス。じゃあサービスでも何でもねえじゃん。同点になっちゃうか、これ。いくよ、はい、徳島県のご当地漬物コンコは、あるものを徳島の方言で言ったもの。コンコとは一体何？え、なんか、じゃあそれと野菜として結構皆さんに愛されていると。愛されてます、もちろん。何回も多分食べたことあると思う。何回も食べたこと、はい、その野菜自体を、野菜自体も食べたことあるし、その漬物も食べたことあると思う。マジ？コンコとは、あの、一体何？漬物名とかでも、うん、漬物名、はい、分かりました。漬物名すぐ分かっちゃう。本当？はい、はい、じゃあもうそれでいこう。はい、はい、下ネタ言うなよお前。いや、野菜だって言ってるから下ネタみたいな顔してる。いや、下ネタみたいな顔ってどういうこと。さあ行くよ。はい、じゃあせーせーの、たくあん。たくあん、きゅうり、きゅうり、正解はあります。たくあん、うわー、すごい。えー、しおりちゃん知ってた？え、知らないです。あ、ただ当てずっぽ、あの、音、大根、こんこ。いやー、やっぱそういう考えたら、矢崎さん、きつねって今言いましたよね。なんで動物ですか、それ、矢崎さん。言ってないです。こんこんです、それは。言ってないですよ、それ、分かってます。なんです、きつねつけちゃったの。分かってますし、言ってないです。そのキーワードも、今日は美味しいもんいっぱい食べさせていただいて、うん、あ、ね、美味しかった。もうじゃあもう素直に行きましょう。うん、こんこ。素直じゃないじゃん。いや、問題に出てただけじゃない。たくあんって言うんですから。いやだ。さあ、矢崎さん、ありますよ、これ。何これ、これあれ、藤子があの鉄砲にこうやるやつですよ。違うでしょ、弾丸じゃないでしょこれ。やってましたよ。やったっけ。やってました。矢崎さん前回やったでしょ。いや、もう記憶に飛ぶぐらい、記憶飛んじゃったらマジよ。ノックアウトされてる。え、これちょっと、あ、いた。
あ、そうだ、一回同じように引っかかったの思い出した、また同じように引っかかる思い出した、そうだおじいちゃん、忘れてた、さあということでスピンオフ以上になります。皆さんもね、お漬物とかね、いろいろこう見つめ直してまた食べてみたら美味しいんじゃないでしょうか。手に力が、まとめてみました。さよなら、バイバイ